ん ?2 位 ?2 位 ?2 位なんでみんなお揃いなの？私だけなんか違うじゃん。はい。どうもどうも、小島です。今日も映画すみっこ暮らし飛び出す絵本と秘密の子、ゲームで遊ぼう絵本の世界やっていきましょう。さあ、行くぜみんな。なんかね、この映画すみっこ暮らしが、Twitter のトレンドかな?に載ってたりしてるってね、結構人気あるみたいで、嬉しいです。と、あとなんだっけ、詐欺映画みたいな感じで言われてるみたいですね。泣かせに来るっていう。こんなね、ほんわかしてる子たちがね、泣かせに来るっていうね、もうね。もともと住みこ暮らしの設定的にもね、ちょっとく、暗いっていうかネガティブ的なものなので、で自分猫ちゃんのね、過去知らなかったんですよね。へえーと思った。そんな辛い過去がっていう。では行こう。新しいミニゲーム来た。おお、とんかつ。とんかつ初めてじゃね思いついたの初めてじゃない？はい、ではとんかつが思い出したね、思い出した。狙ってポカポカ大作戦。ほい。じゃあこれやっていこうか。じゃあ説明見に行きましょう。狙ってポカポカ大作戦。隅っこの目の前にできるだけたくさんのミニっ子がいるときに A ボタンでマッチをスロー。B ボタンでアピールするとエリア内にいるミニっ子は少しだけ止まってくれるよ。アピール中でもアピールで疲れているときはいつでもマッチは捨てるので多いと思ったときにマッチを吸ってね。温めてあげられたミニっ子が多ければスコアがたくさんもらえるよ。雑草とエビフライの尻尾を温めてあげられたときにもらえるスコアが多いか狙ってみてね。はーい。一回だけしかマッチすれないのか。なるほどね。あるね。そういうゲーム。カメラのシャッターでいっぱい映ってる時に押してねとか。そういう感じのミニゲームでしょうね。はーい。ではやっていこう。私一番左の白クマでーす。B でアピールね。オッケーオッケー。超のんびりやん。え?あと30秒。あ、はい。こっち見て。こっち見て。あ、はい。雑草ちゃん来たからもう鳴らしちゃった。結構多いんじゃない?え、てか白クマの後ろ穴開いてる。細か。そっかそっか、待ち受けの症状ってそんな感じの設定か。お、みんなどうやるのかな?あー、勝った!優勝だ!よしよしよし。はーい、勝ちましたね。ん ?2 位 ?2 位2位?なんでみんなお揃いなの?私だけなんか違うじゃん。なんか自合わせしてみたいな感じじゃん、他の人たち。私だけなんかね、真面目にやった感じがする。はい、では次のミニゲームやっていこうか。新しいミニゲーム出るんじゃないかな。来た!白熊さん。じゃない、とんかつまた?え、どうしたとんかつ?はーい、では何でしょうか。チャラーン。狼さんとかくれんぼ。わあ、これかわいいね。できれば自分は狼さんにも出て登場してほしかったな。ちょっと難しいんかな、そういうのが。はい、では説明を見ていきましょう。狼さんとかくれんぼ。みんなでかくれんぼしよう。赤ずきん役は逃げて、狼役は赤ずきんにタッチしてね。え?私は?なんかいっぱいあるね、操作。赤ずきん役は逃げている間、スカが増え続けるよ。最後まで逃げ切れると、ボーナスがもらえるよ。捕まった赤ずきんが木の役になってスコアがもらえなくなっちゃう。残った時間はライバルの邪魔をしよう。かわいいね、これ。狼役赤ずきんを捕まえると、狼役全員がスコアをゲットできるよ。自分で捕まえるとボーナスがもらえるよ。はぁ。ダッシュをすると疲れてきちゃうよ。汗が出てきたらそろそろバテちゃう合図。バテるとしばらく走れなくなるね。注意。あー、これ面白いね。戦略性のあるゲームですね。では始めていきましょう。私は赤ずきんちゃんチームかな?いや、違う。ここは二人ずつのチームに分ける画面です。今からチーム分けですね。自分のコントローラーアイコンを L スティックで動かして、移動させたキャラに合わせて A ボタンを押すと、そのキャラを移動できるようにすることができます。移動させ終わったらもう一回 A ボタンを押すと、決定してまた別のキャラを選べるようになりますよ。はぁ、なるほど。二人ずつになったらこのチームにするのが聞かれるので、このチームでいいと思ったら X ボタンを押してくださいね。Y ボタンのお任せでチーム分けることもできるので、好きなようにチーム分けてくださいね。じゃあお任せにしましょう。ほい。狼さんチームになりました。私とんかつです。これにしましょう。お。じゃあ触れていきましょう。あ、ダッシュできるじゃん、狼も。
あ、猫ちゃんこんにちは。同じ狼役ですね。どこだ？あれ？どこいる？これは？違う。あ、自ら捕まりに来たんだけど、この人。え、どこいる？あと。あ、捕まった。え？気づかんうちに捕まえた。やったー。おー、400点取った。やったね。これ結構見えんね。あ、それはカメラ切り替え、ちゃんと、あ、でもカメラ切り替えちゃんと使ったね。よし。ではね、また次のゲームしよっかな。なんか出てくる？だいぶ埋まったくない？いつの間にかだいぶ埋まったね。あ、ペンちゃんだ。なになに？チャラーンとね。ポコーンと。かわいいやん。滑って滑ってソリレース。これやっていこう。では説明を見ていきましょう。滑って滑ってソリレース。みんなでレースできるだけ早くゴールをしよう。B ボタンを連打するとスピードアップするよ。氷の地面に乗っているとさらにスピードアップするのでうまく乗っていこう。雪山や他の隅っこに当たるとスピードダウンしちゃうので当たらないようにうまく避けていってね。早くゴールするとたくさんスコアもらえるコースに落ちてる雪の結晶に触れて拾うことができるとさらにスコアアップということでね。やっていきましょう。なんかこういうのマリオで見たことあるな。ウォータースライダーなんだっけな、あれ。へへへ。あ、これ結構難しい。え？おー、だいぶ曲がる。ちょっとスティック動かすだけ。ちょっと、ペンちゃんぶつからんで。うわー、これ、これ、すごいよ。ちょっとスティック動かすだけでグニエって曲がっちゃう。グニエって。結構機敏性が高すぎる。あいやーブレーキが効かん。あー、でも面白いかも、これ。入っていいかで325。三つ子だ。いやー、さっきから1位ばっか取ってるねー。私ったら天才ね。はい。では、今回はここまでになりますね。ご視聴ありがとうございました。今回は3つ新しいミニゲームやりました。パズルのピースもだんだん詰まってるようですね。ね、ピオちゃん。どう？元気しとるかい？いろんな本の世界遊びに行ってます？あ、行ってる！はい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 。いいね、いいね。で、映画の最後のシーン。あの、白クマが、あーやーい。こっからネタバレ注意です。はーい。白クマがひよこっぽい格好してる時あったじゃないか、一番最後。このひよこか。あれね、私初め白クマで気づかんかった。うん。びっくりした。誰あれと思ったからね。だってこのひよこを白くしたら、うん。白クマひよこバージョンじゃん。あのぬいぐるみ欲しいよね。ね、ピオちゃん。ピオちゃんのちっちゃいぬいぐるみって出ないのかな？なんかでかいのしか見たことない、まだ。楽しみにしてるね。それでは今回はここまで。この動画良かったよって言われる方、高評価、チャンネル登録してもらえると嬉しいです。またコメントもぜひぜひお待ちしております。それではまた次回。バイバーイ。お、ちょうど手振ってくれた。ありがとう。